その崎組が総動員であなたを探してるらしいんです。敵もなりふり構わなくなったってことですね。つまり話を整理すると、連中の狙いはあなたが持っている高野さんのスクラップ帳、多分それにはお社様のたたりの真相が書かれてあり、雛見沢連続開始事件を解く手がかりになると。はい、そして奴らはお社様信仰を復活させるため大掛かりな細菌テロを仕掛けようとしているんです。私は彼らが実行に移す X デーが近い気がしてなりません。わかりました、こちらの方でも何とかしてみます。そんなとんでもない計画なら必ずどこかに手がかりがあるはずです。お願いします。それともう一つ、高野さんのことで変わった話がありましてね。変わった話ですか？竜宮さん、綿流しの晩を覚えてますか？あの晩、あなたの仲良し5人組と富武さん、高野さんの7人で談笑してますよね。